ボストーク1号は1961年にソビエト連邦によって行われた人類初の有人宇宙飛行およびそのミッションで使用された宇宙船の名称である。宇宙飛行士ユーリー・ガガーリンを乗せて前人未踏の大気圏外へ旅をし地球周回軌道に乗った。ボストークの船体は乗組員用の再突入用モジュールと軽気類、圧縮窒素、圧縮酸素、 姿勢制御用のロケットなどがついた機械部から構成された。カプセルは再突入時の加熱に耐えるため断熱材で覆われていた。また、着陸の衝撃が乗組員に悪影響を与える恐れがあるため、カプセルには空中脱出用の射出座席が備えられていた。万が一のミッション失敗の際に軌道で生存することを考慮に入れ10日間の生命維持用の備品を積んでいたが、 それによる、荷重制限で、バックアップ用の逆推進エンジンはなかった。なお、打ち上げには、クラスター方式のボストークロケットが使用された。打ち上げロケット最上段と結合した状態の、ボストーク宇宙船、ボストーク宇宙船で使用された景気パネル。ガガーリンは108分間の飛行の後、無傷で帰還した。地上 7km の位置で、射出座席により、カプセルから脱出し、 パラシュートで地上に降り立った。ボストーク1号の姿勢制御は自動装置によって行われた。医療班もエンジニアも無重力が人間にどう作用するかがわからなかったためである。このため、緊急時にガガーリン自身が自動コントロールを解除するためのコードも封筒に入れて配置されたものの、地上管制官はパイロットであるガガーリンが飛行制御をするのを防止するために締め出され、 打ち上げ25分後まで安定軌道到達したかどうかも知らなかったという。ボストークは自らの軌道を変えることができないため宇宙船に姿勢を任せた。飛行中、ほとんどの姿勢は恐竜に任せた。ボストーク1号の自動システムが動いたのは飛行中の逆推進のための姿勢制御、その他1時間程度であった。逆推進は着地予定地より 8000km 手前。 アフリカ西岸アンゴラ付近で42分間ほどの逆噴射によって行われた。再転化の後、再突入モジュールに備え付けモジュールがワイヤーで付いたままで残っていることが分かった。この二つは本来10秒後に分離するはずだったが、10分経つまで分離しなかった。ボストーク1号は自然に回転したがモジュールが落ち、ワイヤーが燃えてしまったため、適切な再突入状態に戻った。 1961年当時の国際航空連盟のルールでは、公式な宇宙飛行となる条件に、パイロットは必ず宇宙船と共に着陸することを要求していた。最初、ソ連はガガーリンは、ボストークと共に着陸したと主張したため、ファイもこれを認めたが、後になってガガーリンは、蒸気のようにカプセルから脱出して着陸したことが判明している。 ソ連の初期艦ファイがボストーク1号の飛行記録を書き込んだ際に発射場所はバイコヌールで北緯47度2200、統計65度2900としたが実際は発射場所はチュラタム近郊北緯45度5 5 1 2 7 2統計63度2 3 2 3 2の位置でありバイコヌールの南西 250km ほどの位置にある。これは 宇宙基地の場所を取得するために行われたものだと考えられる。再突入時のカプセルは現在、コロリョフにある RKK エネルギア博物館で展示されている、ボストーク1号の飛行経路。ありがとうございます。